2000年に娘と参加してから2度目の参加なんですけれども、ハンガリーの人たちがすごいフレンドリーなので、やっぱりすごく楽しい、ミーティングでした。私は今回魚 の作品を出展したんですけど、ちょっとこちらの方と作り方が違うので、多少の刺激を与えられたかなと思っています。そうですね、なかなか日本では学ぶ機会がないので、ここでいろんな人たちの実技を見ていると自分にもとっても勉強になる。